アイセップユーストリームチャンネル第18回の放送を始めます。本日は、再生可能エネルギー法案について可決したこととそれの、内容について、であとこのところの政策政治動向について、コメンテーター所長飯田哲成主席研究員松原のインターン堂間春子から、コメントを、お送りします。その後、記者さん来ておりますので公開インタビューをやりたいと思います。というわけでまずは飯田さん、再生可能エネルギー法案についてお願いします。はい、じゃあ皆さんこんにちは。まず、新民主党の新代表に野田さんが選ばれましてですね、新首相になるわけですが、これまで菅さんがやってきた、政治というか、特に原子力エネルギー政策がこれからどう変わるかというところが、皆さんの注目だと思いますが、我々も非常に関心のあるところですが、それは本当にこれから先よくもうどうなるか分からないということですが、いずれにしてもこの、問題そのものはこれからもかなり長引いていくのでですね、どなたが結局首相になってもこの原子力政策と原子力の問題にはかなり足を取られて、大変な状況にはなっていくだろうなと。で官僚主導になればなるほど、一見表面はスムーズですけど問題はより深刻になるので、また来年の今頃同じような話になってないかということだがちょっと心配ですね。で、とりあえずその菅さんが辞める3条件の一つとして先週の26日に、再生可能法案が成立をして、さまざまなその特に自民公明民主の3党の3党間の合意、あるいは他の党もいろいろ修正協議を出しておりましたが、もともとの法案の形よりもですね、非常に良くなったんじゃないかというふうに思います。でこういう、国会のプロセスを経て中身がかなり良くなったというのはですね、画期的な状況で、特に一律価格ということを経産省の方で早々と決めていたんですが、それをちゃんと、種類と規模条件を考慮して一定の採算が取れる価格でということが入っていますので、これが非常に大きいですね。それから経産省の総合資源調査会の